ことこです。インスタグラムで集めた質問の方を答えていきたいと思います。で、第3弾は人生相談編というか何でも編で応募っていうか集めたんですけど、募ったんですけど、たくさん質問が来ていて答えていきたいと思います。ちょっとスタジオの方で撮る時間が今日忙しくてなかったので、帰ってきてもうお風呂に入って寝る準備ができている状況なんですけど状態なんですけど、ちょっとベッドからお送りします。これを撮って今日は寝ると決めたので、じゃあもうたくさん来てるのでこんな感じで答えていきたいと思います。失敗したらどうやって切り替えていますか、辛い時どうやって乗り越えますかとかも多分ちょっと似てるんだけど、それはズバリですね、失敗したどこがいけなかったのか、何が悪かったのか、まず原因を考えます。で、反省して次回同じことがないように何ができるのかっていうのをしっかり考えて、次頑張ろうって思って切り替えます。やっぱり過ぎてしまったことにどれだけ思いを巡らせても、もう過ぎてしまったことってもう変えられないので、じゃあこれからどうするかってことにだけ集中する。はい、なのでもう前を見るっていうことですね。ありきたりな答えです。世の中は何を選択するかで人生が決まると思うのですが、ことこさんは何を大切にしていますか。なるほど、世の中は何を選択するかで人生が決まる。私も前はそう思ってたんですよね。なんか前まではそうやって自分の選択で自分の人生が決まるって思ってたし、今もまあそういう気持ちはもちろんあるんですけれども、芦田愛菜ちゃんっているじゃないですか。私はもう芦田愛菜さんと呼んでるんですが、私彼女の言葉が結構好きで、ついついテレビとかね出てたら見てしまうんですけど、その芦田愛菜さんがおっしゃってたのが、人生の選択権が自分にあるって考えてしまうと責任感を感じたり、まあ重荷になっちゃったりするけど、人生の選択権は自分にはなくて、人生のもう結果はもう決まっていると、ただそれまでの過程を自分は選択しているだけだって思うと少し気が楽になるっておっしゃってて、まあ一言一句同じか分かんないけど、まあそんな感じのことをおっしゃってて、もう目から鱗、私よりも全然若いのになんて腑に落ちるというか、こう前向きにポジティブに生きられる考え方なんだろうって思って、私それ素晴らしいと思ったんですよ。だから私もそういうマインドで今は生きてます。この選択をしたら人生が決まっちゃうって思うと、本当にやっぱりどうしても踏み込めなかったり、一歩踏み出す勇気みたいのがない時ってどうしてもあると思うんですけど、なんかそこまで考えないで、もう結果は決まってると、でこれを選んだところで今決まるのはその過程が決まるだけであって、結果はもう決まってるんだって思っちゃったら気が楽になると思います。私も今そういう気持ちで選択をするようにしてます。だから結構何にも考えないっていうか、自分の心が踊る方に、まあワクワクする方にとかで生きております。ことこさんのもっと教えてください。ポジティブなのが伝わってきて憧れです。ありがとうございます。ポジティブ、基本ポジティブですよね。すごい私なんか本当によく思うのは、さっきも言ったような人生の選択権は自分にはないって思いながら生きるのと、あとセラビってやっぱさ有名な言葉だけど、セラビ、これが人生、それが人生、もう何があってもこれが人生なんだよって、いい意味でも悪い意味でも、そうやって思うように生きてるとすごい気が楽です。もうこういうもんだよねって。あとはもっとって言うほどじゃないかもしれないけれども、まあちょっと言葉きついかもしれないけど、今生きてる人たちとかもあるものとかも100年後にはもうみんないなくなってるから、もう自分の人生、自分が主人公で生きていったらいいと思います。もうみんないつかいなくなるから、私もだけど、だからもう適当ぐらいがいいんですよ。私は本当に良くも悪くも本当に適当なので、だから多分楽しいんだと思う。ことこさんにとって仕事とは。そうね、私の仕事って何で生計を立ててるんですかって質問とかもたまに来るんですけど、まあインフルエンサーとしての仕事、モデル活動、あと YouTuber ってほどでもないんですよね。 YouTube 活動、まあいろんなところからいろんな企業さんともお仕事させていただいてますし、そういう、まあ、インフルエンサーっていう活動
ですね。で、私は席を立てていて、あとはクリエイティブディレクター、アクセサリーの。ですが、私にとって仕事って、なんかその、働くために生きるとかはすごい嫌だっていうか、私は働くために生きたくないので、生きるために働くっていうのもちょっと違うなって思っていて、幸せに生きるための一つの道具ぐらいな気持ち。なんかまあ幸せに生きるためのまあツールというか、まあ、働く義務もあるしね、人間だけど、それで自分の心身を痛めてまで私は働くのは嫌だから、自分の人生はね、私はね。挫折した経験はありますか？あればその時どう対処されましたか？そうですね、挫折っていう経験があるんですよ、もちろんその都度はあるんですけど、なんか挫折を多分挫折って思わないんですよ、私性格的に。例えばですよ、高校受験第一志望落ちました、大学受験も第一志望落ちました、だけどその時の自分にとっては挫折だったんだけど、確かに。でもなんか挫折というよりも、じゃあ何をしようか、じゃあ私はここからどうしようかっていう方向転換っていうか、切り替えが私すごい早いので、なんか挫折を挫折って感じたことがあんまりないんですよね。だから悔しい思いとかもその都度するんだけど、じゃあどうしようっていう、もうそこで過ぎたわけだから、やっぱりその先のことを考えるように生きてきたから、なんか挫折を挫折と感じない、多分鈍感なんだと思います。もう過ぎたことは反省して、自分の次できることをひたすら頑張るっていう感じで今まで生きてまいりました。人生で一番感動した瞬間は何と就活で聞かれて難しかった、ことこ様は何、ことこ様より、ね、私この質問見て確かにすごく難しいと思いましたね。感動した瞬間って人生でたくさんあったはずなのに、あんまり覚えてないんですよ。その都度すごい感動してるけど、あんまり覚えてなくて、なんか強烈な記憶って悲しかった記憶とかの方が多いんですよね、なぜか。楽しかった記憶はベース楽しい幸せな記憶がいっぱいあるから、もうそういうのに埋もれてるんだけど、記憶がね。だけどやっぱインパクトがあるのって悲しい記憶で、すっごい感動した記憶って今思い出せる中でだと、広告の撮影で2泊3日とかで伊豆大島に行ったんですよ、私。で、伊豆大島で朝日をバックに撮るっていう映像の撮影があって、山があるんですけど伊豆大島に、小さめので、それに登らなきゃいけなくて、朝2時半、朝じゃないじゃん、もう2時半起きとかでメイクとか準備して、まだ真っ暗なんですよ。2時半とかに3時前ぐらいに起きて、で4時前ぐらいから登山したんですね、1時間ぐらいで。頂上に登ってたのがまあ5時ぐらいだったかな、なんだけど、ちょっと小雨が降ってたので、あと数十分、あと15分とかで日の出の時間なんだけど大丈夫かなみたいなクルーの方とかもおっしゃってたんですけど、私も寒いし暗いし、なんかこれで太陽出なかったら本当にもうなえるって思いながら待機してたんですけど、雨がどんどん上がってきて、あ、太陽出てきそうってなった時に、私こうやって携帯で朝日を撮るっていう動画を撮る時だったんで、こうやって実際に撮ってたんだけど、あのね、伊豆大島の山の上から見た朝日が、昇ってくる朝日が本当に綺麗すぎて、なんか言葉を失って、私本当に何も言わずに涙がすごい出たの。なんか綺麗だなって思いました、純粋に。地球ってこんなに綺麗なんだっていうか、なんかもう本当に綺麗だったので、なんか日本って昔さ、日出るところって言われてたじゃないですか。確かにこれを見たら日が出てくるところって言いたくなるのもわかるなって、なんかその時思ったんですよね。で、それがすごい今鮮明に思い出せる感動したエピソードです。綺麗すぎる朝日に感動しました。自分じゃどうしようもない自分を凌駕する存在というか、そういうのに圧倒された記憶があります。職場に自分の機嫌を自分で取れないおばさんがいます。仕事は好きなのにその人のせいで嫌になる。これは本当に大変ですね。自分の機嫌を自分で取るって難しいけどすごく大切なこと。大人になればなるほど頑固になっちゃうから、それが多分学生時代とか20代前半とかまでに、30とか
ぐらいまでになんかこうできるようになってたらいいと思うんですけど、私は逆に年を取っちゃうと、それができないまま年を取っちゃうと逆にどん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 頑固になっちゃって余計取れなくなると思うんですよ、自分の機嫌が自分でね。だからもうそういう人って多分これからは変わらないと思うんですよね。なのでもうその人のことはかぼちゃだと思いましょう。うん、無視無視じゃないけどなんか言ってんなぐらいな、なんか私だったら本当にもう無になるかも、その人に対する感情もシャットアウトする、もう何にも感じないようにして、もうかぼちゃって思って接します。そういう人とはまあ本当職場でしか多分会うことないだろうし、なんかそれで自分の心を削るのはもったいなすぎる気がするので、相談くださったあなたが大人になる必要もないと思うんです。もう本当かぼちゃと思って接してあげてください。今何もやる気が起きません、かつお願い。そういう時もある、私もたくさんある、そういう時もある。やる気が出たら動こう。中学校高校時代の思い出、どんな子だった？そうですね、私中学生の時は、中学校は女子中で、あの中高一貫の女子校行ったんですけど、私あの高校はエスカレーターでそのまま進学しないで、高校受験してまた別の高校行っちゃったから中学3年間だけ女子中だったんですけど、寮生活してましたね。だから寮生活の思い出が本当に大きい。寮生活したおかげでその時の自分にはなかったであろう協調性っていうのが本当に培われた。理不尽なこともいっぱいあるし、なんかよくわからないルール、今考えると本当無意味と言えるようなよくわからないルールもたくさんあったけど、そういうのも守って偉かったなと思いますね。何かを目指すことや夢を見るのに年齢って関係ないですか？関係ないでしょ。関係ないですよ。やっぱり何歳になっても何かに挑戦してる方って本当に輝いているし、すごい素敵だなって思うので、私もおばあちゃんになっても好奇心のままにいろんなことをこう学び続ける人間でありたいと思います。だから全然もうもちろん何歳からでも何をやるのも何を始めるのも何歳からでも遅くないと思います。ファンクリのネックレス100周年の限定ですよね。めっちゃ羨ましいですって来てるんですけど、え、そうなのかな、そんなことないと思いますよ。ちょっと私母からのお下がりなので詳しいことわからないんですけど、そんななんか限定品とかじゃないはずです。ハイブランドで買っておいた方がいいものを紹介してほしいです。私わからないな、人並みにハイブランドのなんかあれが欲しいとかあるけど、でもなんか本当に必要なものかなとか思うといらないなとか思っちゃうから貧乏症なのかな。か最近全然ハイブランドのもの買ってないから、逆に私が聞きたいです。人にどう見られているか気にしてしまうことはありますか？まあもちろんありますね、仕事柄もそうですし。ただあんまり気にしないんですよ。気にするっちゃ気にするんだけど気にしないから、ついポロッと素が出てガサツというか大雑把というか、ね、そういうちょっと品のないところ品のないって自分で言いたくないんだけど、なんかちょっとそういうガサツなねところが出ちゃうことがあるので、気にしてるって言えるほど気にできてないのが私の課題です。人にどう見られてるか気にするってすごい私大切なことだと思うんですよね。なので私は気にしたいです。仕事行きたくない、わかるよ、私も仕事行きたくない日あるし、なんかもう働きたくないっていう時もあります。そういう時ある。なんかもし有給が取れるならパッと有給取って、なんかちょっと遠出してみるのもいいと思います。ミスコンの時毎日投票してました。それから早何年前だっけ、すごい嬉しい、ありがとうございます。ミスコンは2015年だったから今2022、7年前だ、7年も経ってしまいました。でもありがとうございます。あの時からこんなに成長しました。あんまり中身は成長できてるかな、できてないかな、わからない。あわ、さすがに眠くなってきた。1時を過ぎてしまった。私は明日も朝から撮影なので、ちょっと遅くまであんまりやっちゃダメなんだよね。これで最後にしようかな。ことこさんにとって幸せとは何ですか？これは究極ですね。何をもって幸せと思うか、これは究極なんだけど、幸せって何ですかって言われると正直わかりません。だけど私生きてて日々の生活の中で幸せだなって思うことたくさんあるんですよ。そうやって思えることがまず幸せだと思う。あとはご飯美味しいって思えるとか、空を見て綺麗だなって思えるとか、木々を見て美しいなって思えるとか、なんかそういうことだと思うんですよね。周りのものとか人に感謝できるっていうことが幸せだと思います。感謝できる
心を持っていること、それが幸せと思う。私今日すっごい幸せだなって思うことあったんですよ。でもその反面なんかちょっと寂しい気持ちも今大きいんですけど、そうさっきちょうどこれを撮ろうと思った直前に読んだからここにずっとあるんだけど、そう私小さい時父はずっと働いててすっごい忙しかったからあんまり、もちろんすごい構ってもらいましたけど、まあ、お仕事忙しかったから、で母も働いてて忙しかったし、私あのお手伝いさんのおばあちゃんに育ててもらったと言っても過言ではないんですよ。そう、それが、まあ、三浦のおばあちゃんって言うんですけど、三浦のおばあちゃんに育ててもらったようなものなんです。私は、まあ、中学校で寮生活始めるまで実家にもちろんいたので、その時までお世話になってたんだけど、三浦のおばあちゃんと私が上京してからも、まあ、帰るたびに会ってたんですよ。旭川に帰省するたびに三浦のおばあちゃんのとこに顔出して会って、ご飯作ってもらってみたいな。で私大好きなの、おばあちゃん大好きなんですよ。でおばあちゃん一人暮らししてたんだけど、もうお年もお年だから足腰が弱くなっててね、一人で生活するの心もとないってことで、あの娘さんのお家の方に引っ越しちゃって、旭川から引っ越しちゃったんですよ、別の町。だから会えなくなって、しかもコロナが始まって会えなくなっちゃって、まあ、もともとやってたんだけど文通をねずっと続けてるの。おばあちゃんもう今96歳なんですね。96歳なんだけど手紙を書いてくれるので、私も手紙書くし電話もするんだけど、おばあちゃんなんか塗り絵が好きで、塗り絵完成したら送ってくれるんですよ。で今日は新作ができたので、コトちゃん久しぶりね、今日はどうしたのか、塗り絵が出来上がったので見てほしくてペンを取りましたっていう文章から始まる可愛いお手紙を今日も届いてたんですけどね。でおばあちゃんの塗り絵がじゃーん、これなの。見てこの色彩、この色彩感覚すごくないですか。96歳の塗り絵、私もおばあちゃんの色彩が大好きで、こんなに素敵な色使いなかなかないと思うの。ほんと私このおばあちゃんからの手紙来るたびに幸せだなって思うんだけど、会いたいなって思って手紙読むたびに泣きそうになっちゃうんだけど、今年の夏はおばあちゃんに会いに行くねってずっと言ってるので、今年の夏は絶対に会いに行きたいと思っています。でもこういうことも幸せだなって思う。なんかずっとつながっていられる人がいるっていうのも幸せだなって思うし、おばあちゃんが新しい塗り絵ができたら私に送ってくれるっていうのも嬉しいし、このおばあちゃんの綺麗な塗り絵を見て私もすごいいい気持ちになれるし安心するしね、おばあちゃん元気だなって。で今日もすごいこれで幸せを感じたっていう感じで締めます。あいい気持ちで眠れそうです。まあ一つ言えるのはみんな幸せになろうねということです。はい、ということで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。今日すごい長いんじゃない多分動画。もしいいねと思ったら高評価ボタン押してから寝てください、皆さんも。じゃあまたね、今日はおやすみなさい。だね、おやすみ。